では、書いていこうと思います。続いて、真正面バージョンで書いていこうと思います。続いて解説付きバージョンで書いていこうと思います。筆の真ん中の部分を優しく持って、墨をたっぷりとつけて、では書いていこうと思います。丁寧にピタッと止めて、しっかりと止めて、2画目を続けるような感じ。で、そのまま流れでスッと止めます。で、ピタッと止めて、根元から滲んで作品を汚さないように、こまめに吸い取り紙などで拭いてしまいましょう。では、続きを書いていこうと思います。一つ前の文字をしっかりと見ながら、二文字目を書いていこうと思います。横に滑ってゆっくりと雑にならないようにゆっくり書いて、最後にシュッと抜けると。小学校1年生の課題の米とひらがなで2文字書いてみました。まず子という字は1画目から2画目にこうつながっているようなイメージで書いて、しっかりと最後のところを止めると綺麗になると思います。目の部分はですね、ちょっと回転があるんで難しいんですけども、まあ、1画目しっかり書いて、2画目、ここからちょっと横にずれて、ゆっくり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 、我慢で、最後にシュッと綺麗に抜けると作品も良くなるかなと思いますんで、頑張って書いてみてください。チャンネル登録よろしく。高評価、コメントが僕たちの支えになります。ぜひともよろしくお願いします。